三笠駅は、北海道三笠市本町に、かつて存在した、北海道旅客鉄道ホロ内線の駅である。1882年11月13日に開業。1987年7月13日の、ホロ内線の全線廃止に伴い、廃駅となった。電報略号は傘。1976年の三笠駅と周囲が750メートル範囲。左が、 岩見沢方面。右が、育春別方面。右下が、貨物支線になった、ホロ内方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成三笠駅の前身である、ホロ内太市駅は、1878年当時の開拓事業停滞の打開策として打ち出された、丹田開発の一環として、 茅沼炭鉱に次いで開散した、北海道内2番目の炭鉱である、幌内炭鉱から、札幌を経由して、小樽港まで石炭を運ぶ目的のために付設された、北海道内最初の鉄道である、幌内鉄道の主要駅として開業した。先に開通していた手宮札幌間の手宮駅、住吉駅、葉箱駅、札幌駅に次いで、同時開業の江別駅、 ホロナイ駅とともに、北海道内で5番目に古い駅であった。開設時の駅名、ホロナイふとしは、ホロナイ川が幾春別川に合流する地点を指す、アイヌ語のポロナイプトに当て字をした、地区名を採用したもの。一方、当地全体は、イーコール地イコール氏または、イーコール茶類ール氏が、一シ尻に点火して当て字された、一木チ,チ村と呼ばれていたが、 空地周時間が設置された1882年頃から、その裏山が、奈良の三笠山に似ていることが言われていた。1906年に、一木とも、ほろない、行春別の三村合併の折にその名を採用して、三笠山村とした。その後、1942年9月の調整施行に、伴い、三笠町となったが、駅名が、三笠に変わるのは、 1944年1月の阿ザ名改正で、ホロイ太しという地名が全く消えた後の同年4月である。一面一線の単式ホームと一面二線の島式ホームを複合した計二面三線のホームと線路を有する列車行き違い可能な有人駅で、ホーム間は古戦橋で結ばれていた。当駅から分岐するホロ内に至る貨物支線は、 当駅の岩見沢方で分岐しており、ホロ内方面への列車は当駅のホームに直接入線できない配線であった。また、機関庫開設当初はデルタ線後に転車台の入れ替え設備が設けられた。現在、三笠駅は三笠鉄道村三笠ゾーンとして現在も活用されており、古線橋とホームが現存している。廃止後、駅舎を取り壊し、 初代駅舎を再現した上で再整備されている。ありがとうございます。